皆さんこんにちは、デミーロです。ということで今日は最新グッズまたいろいろと発表になったので、そちらをまとめていこうと思います。まずはふわコロリン6ということで、今回のラインナップなんですけれども、アニオリのバスケシーンのサトルくん、スグルくんとショウコちゃん、ハイバラくん、メイさんとジャージのトウジくんがラインナップされております。今回ボックス購入特典なんですけれども、アニメートがスーツバージョンの五条悟、マックスリミテッドオンラインがスーツバージョンのゲトウスグルということで、こちらがランダムで1個990円、ボックスが5940円となっております。今回予約期間がマックスリミテッドさんですと4月30日まで、アニメートさんだといつもねやんわり終わってるので、こちらの方もね忘れないうちに早めの予約をおすすめいたします。こちら同時に M サイズとビッグサイズの発売が決定してるんですけれども、こちらもアニメート限定でスーツバージョンの五条悟、マックスリミテッド限定でスーツバージョンのゲトウスグルが発売となっております。と M サイズが20センチで2200円、ビッグサイズが30センチで4950円となっております。こちらの予約もマックスリミテッドが4月30日まで、アニメートさんもこちらもねやんわり終わるので、こちらもね早めの予約おすすめとなっております。続いては同じく7月中旬発売なんですけれども、ハグキャラコレクション6ということで、こちらのラインナップもアニオリのサトルくん、スグルくん、ショウコちゃん、ハイバラくん、メイさんとトウジくんということになっております。こちらのボックス購入特典もアニメートさんがスーツバージョンの五条悟、マックスリミテッドがスーツバージョンのゲトウスグルとなっております。こちらがランダムで1個990円、ボックスだと5940円ということで、こちらの予約がマックスリミテッドさん、こちらも4月30日まで、アニメートさんは早めの予約をおすすめいたします。続いては4月19日ジャンプショップに入荷になるんですけれども、キャラピタステッカー開局玉折全15種、渋谷事変全15種、各330円ということになっております。続いては4月26日から5月12日までジャンプショップにてアニバーサリーフェア2024が開催となっております。こちら店舗によって入場制限を実施しておりますので、抽選受付が4月20日までの申し込みとなっております。続いてはジャンププラス定期購読者限定の応募者全員サービスなんですけれども、25巻発売時の新聞広告で話題となった芥見ゲゲ先生書き下ろしのイラストが登場ということで、五条悟 vs 両面スクなアクリルマルチスタンド、こちらの方が5000円で、申し込み締め切りが2024年5月5日までとなっております。続いては4月26日12時予約開始なんですけれども、サンシャインプリンスホテルコンセプトルームステイプランということで、宿泊期間が6月1日から8月31日まで、開局玉折と渋谷事変の世界観を演出した選べる2種類のコンセプトルームに、宿泊者限定のオリジナルアメニティが付くプランとなっております。開局玉折のコンセプトルームとお持ち帰りできるノベルティがクッションと B5 サイズのアクリルパネルとなっております。渋谷事変のコンセプトルームと持ち帰るノベルティのデザインはこちらとなっております。こちらも頑張って予約取って行ってきたいと思います。続いては5月2日発売の最強ジャンプ6月号なんですけれども、付録2種類付きまして、ジフチックステッカーと五条悟の組み立て展開無料回収ペン立てが今回付くということで、こちらはねちょっとめちゃめちゃデザインが受けるので気になってます。続いては再販情報なんですけれども、ペーパーシアターの青春と、あとはハセプロさんバンダイの再販なんですけれども、アクリルスタンド、缶バッジ、アクリルキーホルダーの方の再販が決まっておりまして、こちらの方も予約開始しております。続いては事後通販情報で、呪術廻戦開局玉折ポップアップストアサイクリングの方の事後通販が2024年4月24日の12時から5月23日木曜日の23時59分までとなっております。あと今販売開始してるんですけれども、呪術旅の事後通販の方が4月22日月曜日23時59分までとなっております。こちらのサイクリングと呪術旅の方は以前の動画でも紹介してるので、グッズ気になる方はそちらの方でぜひ概要欄に貼っとくので確認してみてください。最後になるんですけれども、ルカップのスーツバージョン五条悟とゲトウスグルが予約開始しております。こちら各ショップの特典なんですけれども、東方アニメーションストアがアクリルキーホルダー、
アニメートがフォトシート、プレミアムバンダイが座布団となっておりまして、東方アニメーションストアの方が4月24日23時59分まで。で、アニメートとプレ版の方がいつまでか書いてないんですけれども、こちらの方も早めのご予約をおすすめします。こちらが一体4180円となっておりまして、プレ版はセットのみの8360円となっております。あとこの2体とは別に再販で4月下旬発売なんですけれども、犬巻トゲとあとは七海健人の再販も決まってまして、トゲくんの方が付け替えパーツ付きで5500円、七海の方が3799円となっております。あとまだ発売の日にちは決まってないんですけど、なんとね、高専時代の翔子ちゃんと七海が今後商品化されるみたいなので、これもねめちゃめちゃ楽しみです。前回発売した高専時代のルカップと、あとはナナミンとトゲくんとかは今ね、駿河屋さんとかあと羅針盤さんとかでかなりちょっと高額になってるので、とルカップなんですけど、予約し忘れるとお迎えするのがねかなり難しくなってくるとは思うので、今回のねスーツバージョンが気になる方と、あと前回ナナミンとトゲくん買えなかった方で迷ってる方は予約をねぜひぜひおすすめいたします。はい、ということで最近発表になったグッズとイベント最新情報の方をまとめていきました。本当は最新グッズ情報ね月1ぐらいでアップしようと思ってたんですけど、今回発表されたラインナップがマジでやばすぎて、これはねちょっと早めにお伝えしないとなと思ってもう一回こちら動画にいたしました。今回発表されたグッズなんですけど、結構人気のものが多くて、予約し忘れるとお迎えできなくなる可能性がね高くなると思うので、ぜひ気になる方は早めのご予約をおすすめします。はい、ということで呪術廻戦の最新情報とグッズ開封の方まだまだやっていきたいと思うので、呪術廻戦好きな方高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということで次回の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。